ね。何でしたっけ、これ3万5000円。あ、正面だったとかな、とにかくでも、フラグシップで後ろ側外すとね、マグネットが二重になっていて素晴らしいユニットですね。それを山越さんの技術でこんなすごいパックロードにまとめたものを聞いていただいて、去年これをデモして結構好評だったということで、で、これをと、今年はちょっとこの後大きいなとか、やっぱり16センチ版も欲しいという声を、まあ、あったそうなので16センチ版も持ってきたということで、でこちらはフルレンジ で、はい、でこれ現行品 の、 2168E シグマというユニットがついて、今日はそれで聞いていただきます。なんかね、2階のホステックさんのところに行くとなんか参考出品とかいうので、なんか FE の 168NS とかっていうなんかちょっとユニットもね、気になるところでいつ出るんだろうなんて思っているんですけど、まあ、それでも取り替えられますね。でこちらは、昔出たスーパートゥイター T90A の EX というのをコンデンサー一つでつないだ状態で、こちらフルレンジで聞いていただきます。じゃあ初めにですね、何をかけようかな。そうですね、じゃあまあみんな知っていて、まあ、ジュピターかけますけれども、ですね、バックロードホーン聞いていくときにですね、最近スピーカー全般なんですけれども、一つは低音がやっぱりどこまで伸びているのかということがすごく重要かなと思います。低音がない、低音に限りませんけど、出ていない音は聞こえないということでですね、それを聞いていきたいと思いますけれども、ちなみにあと3日、2日間、10月の10日になると、あの MGA の11月号が発売になるんですが、そこで12枚くらいこうスペアナーを撮ってみたんですね、あの曲の冒頭を。そうするとこのジュピターっていう曲は冒頭部分でだいたい 35Hz ぐらいまで中音域と同じレベルで入ってます、低音が。これはただ 35Hz から以下はスーッとなくなる。 20Hz とかまでは伸びてないけれども、 35Hz まで伸びてるソフトをかけますから、これを聞いていただいてですね、低音がどのぐらいちゃんとシンセサイザーの厚みとかそういうのがこれで聞き取れるか、ちょっと聞いてみましょう。それでは、この大きな声で。